ボビー・アダムズ、ボビー・アダムズ、ロバート・ヘンリー・ボビー・アダムズ、1921年12月14日から1997年2月13日は、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ドールミ出身のプロ野球選手、三塁手、二塁手、右投げ右打ち、二新シなきレッツへ入団し、ルーキープラス級のオグデンレッツでプレーした。 当時はチームでも最年少の17歳だったが、64試合に出場して打率。335と上場の数字を残した。守備ではもっぱら二塁を守り、失策を三個に止めた。よくも同じくオグデンで二塁手としてプレーし、リーグ2位の打率。356を記録した。は、A 級のの二塁手として、137試合に出場した。打率。 348はリーグ4位だったが、195本ア安打はリーグ1位の数字で、46二塁打もリーグ2位という、出色の出来だった。当時 A 級だったシラキュースチーフス、現在はトリプル A 級へと階級を上げ、115試合に出場したが、打率259と苦戦した。また、セカンドの守備でも十六失策を記録し、守備率は、 自己最低の937だった。からの3年間は軍隊に在籍していたため、マイナーリーグ及び MLB ではプレイしていない。4月16日、本拠地、クロスリーフィールドで行われたシカゴカブスとの開幕戦で、9回裏に代打で出場し、メジャーデビューを果たした。その後は2番打者や3番打者として2類のスタメンを任されるようになり、 6月2日のブルックリンドジャース戦では6回裏にメジャー初本塁打を放った。シーズンでは94試合に出場し、打率244.4本塁打24打点16盗塁だった。は、4月の全試合に2番セカンドで先発出場し、月間打率305と好調なスタートを切った。その後、 6月7月はスタメンを外れる機会が増え、2ヶ月でわずか11試合出場、3安打に終わるなど低迷ったが、8月以降は36試合で打率。330.2本類が11打点と復調し、シーズン最終盤には再びセカンドのスタメンを任されるようになった。トータルでは81試合打率27。272.4本類が20打点という成績だった。 主に7番セカンドで4月の12試合すべてに先発出場し、うち11試合で安打を記録。4月は打率333、出塁率423アップス0.956と前年に続いて、最先の良いスタートとなった。その後、7月に26試合で月間打率265とやや失速したが、大崩れはせず、 年間での成績は87試合打率298.1本類が21打点だった。は107試合打率253.0本類が25打点という成績で MLB では自身初めて本類打なしに終わった。シーズンの前半には代打としての出場も増えたため先発出場は107試合中63試合だった。また、 セカンドだけでなく、14試合で、サードの守備も務めた。前年と比べて、さらに三塁を任される機会が増え、二塁を守った試合が53試合、三塁を守った試合が42試合となった。打つ方では、後半戦に61試合で打率。3 3 0二本塁が、18打点と調子を上げ、年間では、自己最多の115試合に出場して打率。 282.3本類が25打点という成績だった。5月9日、ボストンブレーブス、ゲンアトランタブレーブス戦の8回表に代打で出場し、MLB 通算500試合出場を達成。シーズンでは2塁、3塁、代打などをこなして、前年の自己記録を上回る125試合に出場。こちらも自己最多となる107安打を放った。 シーズンの全試合、154試合に3塁のスタメンとして出場し、リーグ3位、チームトップとなる180安打を放った。9月に月間打率、196と調子を落としたこともあって、打率3割は達成できなかったが、打点も前年から倍増させるなど、過去最高のシーズンとなった。は、5月の月間打率が19、198。 6月の月間打率が368、そして9月の月間打率が205とやや波のあるシーズンだったが150試合でサードとして先発出場し打率275.8本塁打49打点を記録してレギュラーの役割を全うした。本塁打と打点では自己記録を更新した。も もっぱら三塁を務めて110試合に出場し、打率269.3本塁が23打点だった。また、8月28日のピッツバーグパイレーツ戦に出場したことで、MLB 通算戦試合出場を達成した。レギュラーシーズン開幕当初は代打を任され、4月に出場した7試合は全て代打での出場だった。当初は、 会音が聞かれず、5月終了時点ではわずかに3本のアンダしか記録していなかったが、5月末に3塁のスタメンに返り咲くと徐々に調子が上がり、前半戦終了時点での成績は50試合、打率29、297.2本塁が16打点だった。その後、後半戦が始まって間もない7月26日に、シカゴホワイトソックスへの移籍が決まり、アダムズは、 長年所属したレッツを去ることとなった。ホワイトックス加入直後は三類のスタメンとしても起用されたが当たりが出ず、8月以降は先発出場の機会は2試合に止まった。特に9月以降はダイソーなどを中心に起用されたこともあり、移籍後は28試合に出場しながらに安打しか記録できず、打率も0 9後に終わった。10月18日。 カルエーブラムスガイアッシュとのトレードで、ボルチモアオリオールズへと移籍することになった。オリオールズに移籍して迎えたのシーズンは、開幕戦で2番サードとして、スタメンで起用されるなど、シーズン当初は先発出場する機会が多々あり、1番、サードとして出場した5月20日のクリーランド、インディアンス戦では、3回表の第2打席で、MLB 通算1000本安打を達成した。しかし、 その5月20日終了時点での打率が、202と打撃の調子は上向かず、以降は試合出場の機会も減少した。結果、オリオールズでは41試合に出場して打率。225.0本類が7打点という成績で7月17日に放出された。また、この年は1942年以来実に14年ぶりにマイナーリーグでもプレーし、 A 級のサンアントニオミッションズで46試合に出場。ここでは2塁を守り、打っては打率。310.6本打、が23打点と一定水準の成績を残した。のシーズンを前にシカゴカブスに入団。この年は後半戦に MLB で出番をつかみ、主に3塁を守って60試合に出場。成績は打率。251.1本塁が 10打点だった。代打での起用が増え、出場した62試合中先発出場は12試合だった。打撃では96打数27安打、打率281と一定の結果を残し、守備でも3塁、2塁に加えて11試合で1塁もこなした。36歳で迎えたのシーズンは、MLB での試合出場は4月の3試合のみに終わり。 5月12日にカブスを解雇された。5月にカブスを去ってからは、いずれもトリプル A 級に分類される、レッツの参加とオリオールズの参加でプレーしたが、合計76試合の出場で打率。227.0本類が17打点に終わり、アップスも0.592に止まった。結果、アダムズは1959年限りで現役を引退。 現役引退後も、カブスなどでコーチを務め、まで野球に携わり続けた。2月13日、ワシントン州にて、75歳で没した。プロ入り当初は主に二塁種だったが、後に三塁を守る機会が増え、MLB のキャリア全体では三塁を652試合、二塁を399試合、務めた。 いずれも MLB の選手としてプレーしたリック・アダムズの弟であり、マイク・アダムズの父である。レッツ在籍中の5月13日に行われたフィラデルフィア・フィリーズ戦では1番サードで先発出場し、1回表後に殿堂入りを果たす後投手ロビン・ロバーツからこのシーズンの第1号となる先頭打者本塁打を放ってレッツに先制点をもたらした。ところが、 その後、レッツ打線はロバーツに封じられ、終わってみれば、アダムズの本塁打以降は出塁すらできず、初回に本塁打が出ていなければ完全試合達成、という事態になっていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。